ようこそ御神楽探偵事務所へ。片岡さんの雑記帳が発見されたことによって明らかになった小野寺家の秘密、そしてその秘密をモデルに書かれた蜃気楼の一族と題された台本。今ならなぜ片岡さんがこんな題名をつけたのかわかる気がします。きっとこの題名は蜃気楼のように儚い仮初めの絆で形作られている小野寺家の人々を表していたのではないでしょうか。でも儚い蜃気楼の彼方には必ず真実の姿があるのです。どうしたんですか、重野くん。お、おや、血が出てますよ。まさかこんな結末になるなんて。うん、でも千鶴ちゃん、犯人を捕まえたわけじゃないし、まだ結末じゃないよ。それに実際の犯行の方法が分かったわけではないし。確かにそうですね。推理する材料はもうかなり揃っているとは思うんですけど。うん、ちょっと事実関係を整理してみようか。まずは今回の犯罪の動機なんだけど、それは
小野寺家を守るためですね。うん、殺された人たち、つまり日向真紀さんと片岡さんは小野寺家の秘密を知っていた。きっとそのために殺されたんだわ。やはり直接事件の引き金となったのは日向さんの行動でしょうか。だと思う。片岡さんが菊子様から援助を受け続けられたのはやっぱり口封じの意味があったということだよね。つまり今までは片岡さんと菊子様との間で医師の紳士協定が成立していたということでしょ。それがどんなに微妙で危ういバランスの上に成り立っているものであれね。そのバランスが秘密を知った日向さんの行動によって崩れたということですね。そう、日向さんはお金に卑しい性格、しかも近々大金が入ると言っていた。それはつまり一郎太様の出生の秘密を知って菊子様を脅迫するつもりだったのね。ということは事件当日より前に日向さんはその秘密を知ったということですか。うん、だと思う。日向さんも暗号ごっこが流行っていることは当然知ってたでしょうし、それを片岡さんが気に入っていたことも当然知ってたでしょ。多分片岡さんはまさか気づくとは思わないで日向さんにあの台本を渡したんだね。ところが日向さんは暗号に気づいてしまった。そして金庫を開けて。うん、片岡さんがかつて小野寺家で書生をしていたこと、あの台本は事実をもとに書かれたものであること、そして菊子様の片岡さんに対する不思議な援助、これらを金庫の中にあった雑記帳とつなぎ合わせれば。そうですね、きっと日向さんも気づいたでしょうね。うん、日向さんって殺害当日のあの会合に連れて行けって片岡さんにせがんだそうじゃない。きっとその機会に菊子様に会って話をしようと思ってたんだよ。そういう機会でもなければ浅草の踊り子に家族の奥様が会ってくれるわけないからね。なるほど、巴さんすごいです。なんだか今日の巴さん先生みたいに推理が冴えてますよ。そうだね。どうしてだろう。でも動機が分かっても実際の犯行がどのように行われたかが分からないとどうしようもありませんね。うん、結局日向さんの泊まっていた206号室は密室のままなんだよね。もう一度別館を調べてみよう。片岡さんの泊まっていた205号室も調べ直したいし。はい。
よし、入ってみよう。ええ。どうしたの？鍵、開いてます。扉の開く音でしたよね。うん、2階からだったみたいだけど。ここじゃないみたいですね。奥の部屋からだわ。どこで？お掃除ですよ。掃除？こんな時間にですか？はい、シゲ様にここの掃除言いつけられたんですけど。ああ、そんなこと言ってましたね。ええ、夕方にまだ全部の部屋終わってないって言ったらすごい怒られちゃって、今夜中に終わらせろって言われちゃったんです。ひどいですよね。はあ、まあいいや。それより早く205号室に行かなくちゃ。そうですね。ここですね。うん、当日になって日向さんと片岡さんが部屋を変わった。しかもその理由を片岡さんが隠していた。その理由がこの部屋にあるような気がする。なるほど。でもこの部屋のどこに？それは、
花？トモエさん、これは関係ないと思いますけど。これ、かな？トモエさん。これ、かな？トモエさん。肺炎孔ですね。うん、なんだかずっと気になってたんだよね。トモエさん、聞こえませんか？え？これ野上さんですね。もしかして。あれ？どうしたんですか、探偵さん。糸さん、ずっとこの部屋にいたんですか？ええ、そうですけど。それは…え？これですか？これ、この肺炎孔をお掃除しようと思ったら、なぜか中に詰め込んであったんですよ。肺炎孔の中に？に詰め込んであったんです。なるほど。千鶴ちゃん、その新聞紙何か意味があるの？これできっと証言の問題が解決したようですね。え？先生！先生！先生、つまりこの事件は
その…話は全部組山君から聞きました。皆さんには心配をかけてしまいましたね。でも大丈夫です。やはりこの事件は僕が解決するべき事件なんですよ。先生。さて、推理の続きです。この肺炎鋼の発見によって一つの問題が解決しました。つまり本当の日向真紀殺害現場はどこかということですが、それはどこか分かりましたか？それは、片岡さんの泊まっていた205号室ですね。そう、片岡義郎の行動、つまり部屋を当日に日向さんと代わり、しかもその事実を隠そうとしたこと、そしてあの台本を取り戻そうと躍起になっていた態度から考えれば、彼が日向真紀殺害に関わっていたと思われます。とすれば、日向さんを彼の部屋に呼び出して殺害した可能性も考えられますね。そしてそうだと考えると、日向さんの部屋が密室であったことは何の不思議もないわけです。なるほど、確かにそうですわね。だいたいもし日向さんの部屋が犯行現場だったとしたら、当然事件解決の鍵となる台本を犯人は回収しておいたはずですもの。でも丸木戸さんの証言は？丸木戸さん、隣の部屋から声を聞いたって言ってたし、丸木戸さんの証言は偽証とは考えにくいでしょ？その点は今解決したのではないですか？え？肺炎鋼ですよ。肺炎鋼が電生管の役割を果たしたんです。電生管？そう、この建物の肺炎鋼は3つの部屋ごとにつながっているそうです。201号室から203号室、そして205号室から207号室。それを犯人が利用したのでしょう。日向さんを部屋に呼び出してわざと口論をする、それが肺炎鋼から丸木戸さんの耳に。そう、そうでなくても深夜の静けさというものは音を近く聞かせるものですからね。そうですね、深夜に家の外の話し声がすぐ隣にいるみたいに聞こえることありますもの。ええ、しかし普段は同様の問題を回避するために肺炎鋼をストーブにつないでいないときは新聞紙が詰め込んであったんでしょう。ということは犯人は…そう、犯行当日に205号室と207号室の肺炎鋼から新聞紙を取り去り、その後再び戻しておいたのでしょう。さっきこの部屋の通風口から出てきた新聞紙の日付は最近のものではなかったですか？ええ、見たら事件の翌朝のものでした。そう、となると丸木戸さんの泊まっていたこの部屋に怪しまれずに侵入して通風口を元通りにしておけるのは、
えば事件の翌朝、シゲさんが部屋のシーツを変えてたよ。ええ、それになぜか部屋に鍵をかけてませんでした？そうそう、シーツ変えるのになんで部屋の鍵かけてるんだろうってちょっと不思議だったんだ。このためだったんですのね。そう、片岡芳郎は問題ないとして、丸木戸さんに事件当夜声が聞こえてきたのは肺炎口からだと気づかれてはまずいですからね。早いうちに丸木戸さんの部屋だけでも元通りにしておきたかったんでしょう。なるほど。でも先生、日向さんの死体の位置は？日向さん206号室の下の柵に落ちてたんだよ。ああ、それなら簡単です。この建物の形を見ればわかりますよ。よく思い出してください。205号室の窓の下に格好のスロープがあるじゃないですか。あ、それじゃあ。そう、犯人、つまり木原茂とその協力者である片岡芳郎は、日向さんを絞殺した後、205号室の窓から玄関上の屋根を利用して、死体を206号室の窓の下に落下させたのです。事件当日、朝まで雨が降っていて屋根の上が綺麗だったのも幸いしたんでしょうね。そうじゃなかったら日向さんの遺体に屋根の上の汚れが付着したでしょうから。それじゃ当日突然部屋を変わったのはこのトリックのために？そう、そのことから見てもこの事件の発端は突然起こったものだとわかります。つまり事件当日、日向さんが小野寺、小野寺キクコを脅迫したことから始まったことなのです。そしてそれを聞いた木原茂がとっさにこの計画を考えて、片岡に部屋を変わるように指示を出した。その通りです。驚くことはありません。僕がさっき野上さんに頼んで呼んでもらったんです。
あの片岡という男は所詮ただの小悪党でした。脅迫などという大それた真似を考える器でもなく、奥様のお情けで援助をいただくことで満足する程度の男。あの時も私が日向真紀の行為を責めると、あの男自身あの女の行動に困惑した様子でした。そして私が協力を要請するとあっさりと承諾したのです。私はその時思いました。日向真紀もそうだが、この男ももうこのまま生かしておくわけにはいかないと。だからあの男のタバコをすり替えておいたのです。カノセ君。はい。部屋から出ていてもらえませんか。木原さんと二人で話がしたいんです。でも出ていましょう、カノセさん。